政府の言ってることって信用できるよねって思っていただかなければ、うん、何にも始まらないと私は思いますね。藤井さん、はい、今までのずっとあの石破さんの、まあ、出馬表明をお聞きになってどういうふうに思われますか？あの非常にご立派な話だと思いますし、今の安倍政治に対する、まあ、そうはおっしゃらなかったけど安倍政治に対するお怒りを言ってられると思います。特に申し上げたいのはですね、人間ってね永久にあるわけじゃない、うん、時期ってものがあるわけです。ああ西馬さんはその時期を選んでくださったと思って、私は安倍さんがけしからんという意味を含めてですね、はい、大変立派なことをなさると思います。正直公正っていうのがね安倍さんに対して今一番言わなきゃなんないことです、うん、だいたい森友とかかけてね嘘ばっかり言ってるっていうのはね世の中の人はみんなわかってるわけですよ、うんうん、それをぜひやってください。そしてもう一つはやはりこのなんていうんですかね、マスコミに対してね、うん、今のその内閣はねひどすぎます。何回言うとねお前の会社潰してやるぞまで言われてるんですよね。それがねマスコミなんです、あのマスコミに対する政治の態度なんでしょうか。私は岸信介、佐藤栄作、田中角栄ずっといました官邸に、うん、絶対にこんなことは言ってません、はい、お前の会社を潰すなんてことは絶対言ってません、はい、そういうのを戦ってください、はい、それが正直公正だと思います。よろしくお願いします、はい、さあ石破さん、